こんにちは。この動画では、塗り絵にクレヨンを活用する方法をご紹介しています。ご興味ある方はお付き合いください。クレヨンは、細かい絵柄を塗るのには適していませんが、背景などの広い面を手早く塗るのに大変便利です。クレヨンといえば、このような商品を思い浮かべる方が多いと思いますが、正しく言うと、この2つは異なった性質の画材です。クレヨラはクレヨンです。クレヨンは顔料とワックスで作られています。固めの質感で広い面を塗るよりは線描きに適しています。重ね塗りは得意ではありません。クレパスという呼び名は、桜クレパス社の特定商品名で、画材としてはオイルパステルになります。オイルパステルは、クレヨンに比べると柔らかく、広い面を塗ったり、重ね塗りするのに適しています。色のブレンドも簡単にできますが、クレヨンよりも、色移りしたり手が汚れます。クレヨンとオイルパステルには、油性のものと、水溶性のものがあります。こちらは水溶性パステルです。最近よく見かけるのは、ジェルクレヨンというものです。ジェルクレヨンにも、水溶性のものと、油性のものがあります。購入の際には確認してください。ジェルクレヨンは、リップクリームみたいにとても柔らかく、力を入れなくても、スルスルと塗ることができます。こちらは、左ページはすべて水溶性クレヨンで、右ページはすべてオイルパステルで塗っています。見た目に大きな違いはありません。水溶性の商品は、水で伸ばしたり、色を混ぜることができます。
オイルパステルを混ぜるときは、水の代わりに画材用ソルベントを使用します。ソルベントは毒性があるので、小さな子供やペットがいる方や、ケミカルなものが苦手な方には、水溶性クレヨンをおすすめします。こちらは、左右のページごとに、プロユースと幼児向けの水溶性クレヨンで塗っていますが、どちらのページが、高価なプロユースで塗っているかわかりますか？左ページは、1本300円のカランダッシュ、ネオカラー2で塗っています。右ページは、1本60円程度の中国製、シャトルアートのクレヨンです。耐候性を気にしないのなら、仕上がりに大差はないので、安いクレヨンで十分だと思います。水溶性クレヨン、オイルパステル、どちらも手が汚れたり、色移りします。色移りが気になる方は、このようなフィキサチーフを使用すると、完璧ではありませんが、ある程度防げます。ただ、私は、フィキサチーフの匂いで頭痛が誘発されるので、あまり使用していません。代わりに、ページの間に、紙やクッキングシートを挟んで、色移りしないようにしています。そのような煩わしさはあるものの、あえてクレヨンを使用するのには理由があります。まず、広範囲を手早く塗れること、発色がいいこと、そして、なんといっても、クレヨンが生み出す独特の質感が好きだからです。水溶性クレヨンとオイルパステルを使用して塗った塗り絵の本の紹介をします。この本の特徴は、書き殴っているような雑な感じの絵柄でしょうか。一見自分でも描けそうな絵ですが、構図やアイデアが優れていると思います。このセンスが好きで、この作者の塗り絵は他に2冊持っています。おおらかな絵柄なので、配色とか陰影とか細かいことを考えずに気楽に塗るのにぴったりな本です。スペインのアーティスト、ジョアン・ミロの塗り絵です。抽象画ですが、どことなく可愛らしい絵柄で、塗っていて楽しいです。
おなじみ、ハラペコアオムシの塗り絵です。絵本と同様に、アオムシが食べた箇所に穴が開けられているので、自分のオリジナルの絵本が作れます。私はお姫様よりお化けや妖怪が好きなタイプなので、おとぎ話系統の塗り絵本は今まで避けていたのですが、この本のイラストは甘口すぎず躍動感のある構図でとても素敵だと思います。水性クレヨンは上からマーカーや色鉛筆を塗っても弾かないので、いろんな画材と併用することができます。
後に、この動画に登場した画材のベストとワースト商品を紹介します。水溶性クレヨンのベスト商品はこちら。バラ売りされていないのは残念ですが、お値段以上の品質です。そして水溶性クレヨンのワースト商品はこちら。発色が悪く、チョークみたいに粉っぽい。乾くととても色落ちして汚いです。次にオイルパステルのベスト商品はこちら。一般的なオイルパステルよりも柔らかくて塗りやすく、手も汚れません。バラでも購入できるし、会心も売っているのが嬉しいです。オイルパステルのワースト商品はこちら。安くて色がいっぱいあるのはいいけれど、顔料が少なくてとても薄付きで発色が悪いです。子供時代に比べて少しは改良されているかと思って買ってみましたが、マシになったのはあの独特の匂いが少なくなったことだけでした。以上、クレヨンを使った塗り絵のご紹介でした。皆様の購入の参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。